皆様こんにちは、大分市の別法自動車の福永と申します。私は今日大分市の東部にあります堀町バイパスというところに来ております。よく、別法自動車の場所はどこですかと聞かれることが多いですので、今日は当社の場所をご案内しようと思って、ここに立っております。はい、ありがとうございます。今大分市の森町バイパスのちょうど真ん中付近ですけれども、浅草寺というこういう非常に大きなお寺、九州では九州の西本願寺では2番目に古いお寺なんですけれども、こういうお寺がありまして、その向かい側に道路向かいに、未来信用金庫鶴崎森町支店というのがあるんですが、このすぐ、横が私どもの交番になります。この森町バイパスを北の方に約2キロほど行きますと、別府大橋というのがありまして、その突き当たりが鶴崎駅になります。 JR 日豊線の鶴崎、というような場所に私どもの交番がございます。未来信用金庫さんですね。そしてセンソーズの右斜め前にブックオフ、ブックオフさんがございます。この通りを今度は反対側、南側の方にずっとまっすぐ行きますと金の手という交差点がありまして、それをさらにまっすぐ行くと松岡という場所に続いております。これから工場の玄関までご案内したいと思います。はい、今右手に見えておりますのが、未来信用金庫さん鶴崎森町支店ですね。日頃非常にご利用のお客様が多い銀行です。通り沿いのすぐ入り口のところに、事務所があって、受付ができますので、どうぞ気軽にお立ち寄りください。ありがとうございました。